さて、ホームで対戦した前回の柏戦は豊田洋平選手のゴールで先制しました。しかし終盤に追いつかれ1対1の引き分けに終わりました。第2ステージに入り、フィッカデンティ監督の戦術が浸透してきた鳥栖。対する柏も助っ人の外国人選手2人が好調と、どちらも4月の対戦の時とは別物です。コーナーキックやフリーキックを与えないためにも前線からの守備が欠かせません。若き司令塔鎌田大地選手の活躍に注目です。22日の柏レイソル戦は千葉県柏市の日立柏サッカー場で午後2時キックオフです。